日本橋弁末総本店は、東京都中央区日本橋室町一丁目にある、総菜と折り詰め料理の店舗である。1810年、越後出身の初代、樋口よ一が、日本橋の魚菓子商人のための、樋口屋という食事所を開いたのが始まり、魚菓子では、繁盛したが、忙しい魚菓子の商人ゆえ食事を食べ残すことがあった。 そこで残した料理を競技や竹の皮に包んであげたところ、これが好評となり持ち帰る商人が増えた。これが弁末の折詰弁当の始まりである。二代目竹次郎は畜肥で包んだ弁当を販売し、三代目松次郎は食事どころから折詰料理専門店に変えた。店は弁当販売が主流となり、弁当屋の松次郎を略して弁末と呼ばれた。 1850年、三代目、樋口松次郎は、食事どころを店じまいし折詰料理専門店、弁末を創業。1948年、有限会社日本橋弁末総本店を設立、折詰弁当製造販売を始めた。弁末には、徳川の三夜のカレーが人力車に乗ってきたり、日本橋から埼玉まで第八車で弁当を届けた、記録もある。以来、 江戸日本橋で弁当を作り続け、老舗が多い日本橋で江戸の味の文化を伝えている。弁末の弁当文化7年、越後出身の樋口雄一が日本橋の魚菓子商人たちのための食事どころを開いたのが始まりの弁当屋。三代目の樋口松次郎の時、弁当販売が主流となり、弁当屋の松次郎を略して弁末と呼ばれるようになった。開園三年。 食事どころを占め、折詰料理専門店、弁末を創業。魚菓子商人が使う、飛び口の絵あり。魚印の商標の一部と、魚菓子安張町五弁当弁商製と書かれた紙片が、書き写されている。清水春花町、東京名物百人一首明治40年8月、弁末の弁当より抜粋。ありがとうございます。